仏教読書第9話。ある蛇の頭と王都がある時お互いに前に出ようとして争った。王が言うには、頭よ、お前はいつも前にやるが、それは正しいことではない。たまには私を前にするがよい。頭が言うには、私がいつも前にあるのは決まった習わしである。お前を前にすることはできないと互いに争ったが、やはり頭が前にあるので、王は怒って木に巻きついて頭が前へ進むことを許さず、頭がひるむ隙に木から離れて前へ進み、ついに火の穴へ落ち焼けただれて死んだ。物にはすべて順序があり、異なる働きが備わっている。不平を並べてその順序を乱し、そのためにそのおのおのに与えられている働きを失うようになると、そのすべてが滅んでしまうのである。